ヒカキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、本日プレイするゲームはこちら、スパイダーマンアンリミテッド。まあ皆さんご存知のあのスパイダーマンのゲームです。まあ映画も人気ですし、まあ50年以上続くマーベルコミックの人気作品、まあみんな知ってますよね。で、今回満を持して登場したのがこのスパイダーマンアンリミテッド。これ無料アプリです。で、見てみると、はい、こちらスパイダーマンコミックから新感覚ランニングアクションゲーム登場。スチルン。超簡単操作でド派手なアクションを決めまくれ。スルン。いろいろなスパイダーマンを呼び出して戦おう。歴代のスパイダーマンが勢ぞろい。スルン。コミックでおなじみのキャラも大集合。スパイダーマンの世界にどっぷりハマろう。スチルン。友達とスコアを競え、イベントも盛りだくさん。ということですね。まあもう僕がダウンロードする時点で、アップストアで無料ランキングで1位になってました。だからすでに人気ゲームですね。早速プレイしていきます。それでは起動します。スパイダーマンアンリミテッド、ゴー。ゲームロフト、マーベル。起きた。マーベルスパイダーマンアンリミテッド、タップしてスタート。なんかこの時点で無料アプリっぽくはない。ゴー。めっちゃ立体的だぞ。おいおいおい、おおおお、いきなり始まるわけじゃないよね。うっ、チュートリアルがいきなり始まった。うっ、あっ、こうやってシュンシュンって指で、親指で、あっ、ジャンプして越えろ。あっ、でこの黄色いカプセルを取っていくみたいなんですよ。おお、簡単っちゃ簡単。おお、すげえ糸が出る。あっ、なんかね、もうできる。下を押すとシュンってこれ滑る。大体このちっちゃい頃からのゲームの勘というやつでね、いけるね。お、敵出てきた。え、上または下にスワイプして敵を攻撃しろ。どうしようかね、下で行こうか。行きます。おっしゃー。うわ、よっしゃー。上も押してみよう。上、ふっ、上、うらっ。あ、いいね。下の方がなんか好きだな、やっぱ。あ、パワーアップしたアイテムを集めて、あべー。ジャンプ、ジャンプ。うわ、でも結構単純ではないね。タップ&ホールドでスイングしよう。タップ&ホールド。おおおお、来た来た来た。お、すげえ。おお、すげえ。こうやってタップするとビヨーンって糸出す。おっと、これスピード速くなったりしたら難しいな。お、敵出てきた。ゴブリンをタップして攻撃、連続タップでコンボ決めろ。おらららら、お、すげえ。おお、気持ちいい、気持ちいい。グッドジョブ、ゴブリン撃破した。かなりしろゴブリン。さあマスクを取るんだ。おいおい、それって新しいコスチューム、古着屋のセールにでも行ったの。新しい次元で毎回うんざりすることはな、おじわらくらない、冗談を聞かなくちゃいけないってことだ。 ISO8 を手に入れたらお前のそのよく動く血を塞いでやるよ。新しい次元 ISO8、 何の話だ。お前またなんかろくでもないこと企んでんな。お遊びはこれまでだ、雲野郎。シニスター6の力を思い知るがいい。これがね、悪玉のボスらしいですよ、シニスター6。うん、あーやられとる、やられとる。これストーリーがあるんですね、やっぱね。うわ、なんだあれは、嫌な予感がするぞ。なんかできてきてんの、敵が。スパイダーマン、ニック・フューリー。悪い知らせだ。まあその通りだ。あのグリーンゴブリンは君が知ってるゴブリンとは違うやつだ。あいつはシニスター6が征服した異次元から来たんだ。他のヴィランと一緒にな。どういうこと、修学旅行か何かが。何を言ってるんだ、そんなわけないだろ。やつらの目的は ISO8 と呼ばれる貴重な同意元素、あ、ついに街も破壊するつもりだぞ。ポータルが開いてる限りやつらを止めるのは難しい。でも解決策があるんだから、だから僕に会いに来たんだよね。そう簡単にはいかないんだ。本部が得た情報によると、シニスター6のメンバーの誰かがポータルを開けたらしい。ただ問題はそれが誰かわからないことだ。どこにいるかもつかめていない。だからポータルを閉じるまで敵を一人ずつ倒すしかないんだ。さもなければニューヨークは変なやつでごった返し大混乱に陥るだろう。この街を乗っ取られるわけにいかないぞ。読めた読めた。間違ってたかもしれないけど、取り返しがつかなくなる前にシニスター6の連中を何としても探し出さないと。そういうストーリーですね。次へ。お、来た。
で、大きく分けてね、モードが3つあるみたいなんですよ。まあ、多分この今矢印が動いてる緑のやつが、ストーリーモード。で、左がイベント。で、右下がね、これアンリミテッドモードつって多分どこまで走り続けられるかみたいなね。ミスんないで。やられずにどこまで行けるかみたいな無制限モードみたいなやつですね。とりあえずストーリーモード行きたいと思います。Go! Go! あ、ほら、やっぱストーリーモードだ。これ面ですね。チャプター1、ゴブリンの闇。行ってみよう。あ、で、これミッションがあるんですよね、ストーリーだから。光り輝く敵、ゴールドゴブリンを倒せ。スタート。できるかな、ちょっと。君が探していたゴブリンを見つけたぞ。5体いるゴブリンの一つだ。現場に向かってくれ。ああ、心配心配。できるかな。行くぞー。まあ、倒せばいいんだよね。ダダダダってね。来た！もう助けてくれないの？もうチュートリアルは助けてくれない。あ、いた！あいつだ！ほい。うわ、なんかこれでもなんか、何回もやった方がうまくいきそうだね。さりげなくこのルート通った方がね、やりやすいとかありそう。あ、まだ出る。まだ優しい。よかった。あ、これ当てて、向こうに飛ばせるんだ。おお。ジャンプにしてみよう。ジャンプってか、上。よっしゃー。結構死なないね、一匹目。やべ、危ね、危ね。おお、お、すげえ。おお、来たー。でし、だー。え、あ、一体でいいの？あ、何体とかじゃなくて1体だっけ？こんなの朝飯前さ、どこの異次元から来たんだい？幼稚園次元かな？おぉ、アメリカンな感じだね、言葉がね。次。あ、これ結構、まあ最初だからまだね、結構簡単。ちょっとやってみようか、こっちも。データ発掘、敵を10人倒せ。よし、ここまでやってみよう、とりあえず。奴らがそんなに強いなら、どうやって倒すか真剣に考えなくちゃ。何かいいアイデアあるかな。グリーンゴブリンの手下を叩き止めせば何かヒントになるものが見つかるかもしれないぞ。よし、10体ね。まあ、ザコでしょ、ザコ。おお、任せろ。データ発掘、敵を10人倒せ。これは敵じゃないね。これじゃないね。痛い痛い、こいつだ。よしよし、イエーイ。あー、ジャンプのタイミングをミスるっていう。コンティニュー無料、こちらですね。マジか。あ、敵いる、早速。そっか、ジャンプのタイミングとか結構これ肝になってくる感じですね。敵いるぞ。下にスワイプ。あ、防御してるやつは下にスワイプ。おら、下にスワイプ、下にスワイプ。え、もうすぐ10体いくよ。なんだこのファイヤー。上にスワイプ、ジャンピングスワイプ、オッケー、スワイプジャンピング、よっしゃー、倒した。気持ちええよ、すっげえ気持ちいい。助かったよスパイダーマン。私の部下たちが瓦礫の中から見つけたチップを修復したんだ。コードを解読できたらすぐに連絡する。うん、なるほど。はい、こんな感じでストーリーは進めていくみたいですね。プレイ。スパイダーマン、君の助けが必要だ。またもしかしてストーカー？いいから聞け。空に浮かぶ船を見ただろう。奴らはあれで異次元間を移動してるんだ。空に浮かぶだって燃料費が高そうだな。これは冗談ではないぞ。ゴブリンを追いかけて いないなら町の治安を守ってくれ。今すぐにだ、頼んだぞ。アンリミテッドモードですね、これが。町がめちゃくちゃだ、助けてくれ。オッケー。これひたすら突っ走るモードってことですよね。よーし、行くぞ。 GO！あ、やっぱこれスコアって出てるね。どれだけスコア取れるかみたいな。あ、危ねえ。あー、え、即死。やっちまった。コンティニュー。ちょっと今のはひどすぎる。油断してたぜ。でし、いやー、いいね。アンリミテッドモードか。とんでもない記録とか出しそうな人いそうだよね。あ、これタップして、あ、タップして、危ない危ない、お、すげえ、タップしてこうやって入って、おお、ちょっと上手くなった気分。ほい、あー、超えちゃった。ほい、はい、あー、あぶねえ。あぶねえ、今ギリギリセーフだった。よいしょ。これは下なんだよね。あー、難しいわ。ちょっとずつ難しい、なんか障害物が増えてきた。お、来た、パリン。あれ、えおー、登ってる。お、傾けて左右に移動、来たよ。おー、すげえ。うわー、これ、あー、え、これ難しい、ダメなのか。すげえ。いや、まあこれは死にましょう。
へえ。すごい、これ傾いてできるんだね。お、すげえ、ランキング出てきた、友達とかのね。これでまあ友達と競ったりもできるわけですね。はい、とまあこんな感じのゲームです。まあこう登場のシーンとかがまずかっこいいよね。やっぱこうグラフィックもすごい綺麗なのと、敵を倒すときにドクシって決まるときがすげえ気持ちいい。まあ今回ね、僕全然まだ進んでないんで、このイベントモードできませんが、イベントもねガンガンあるみたいです。この動画の概要欄に今回のこのスパイダーマンアンリミテッドのダウンロードリンク貼っておきますので、ぜひぜひダウンロードして遊んでみてください。今回のこの動画がもしよければ、グッドボタン、高評価をぜひお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内こちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウントに Twitter、ブログのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。